ちょっと行ってみましょう。これ木更津駅です。なんかここ久しぶり来たけど、前ここ西友だったんだよね。西友が今じゃホテルになっちゃいましたね。すごい綺麗だね。でもこのホテル、ここね、ここ小さい頃ね、山田おもちゃ屋っておもちゃ屋だったんだよね。すごいなんかおしゃれなあれじゃん、レストラン。おしゃれだね。やってないけど、なんか昔の店がみんななくなっちゃったね。ここはね、あの松田屋っていう文房具とか本とかさ、 CD とかいろいろ売ってた店なんだけど、ここ何やってん、何もやってないの。すごい人がここもね、文房具とか買いに来たんだけど、学生が。今じゃもう来ないか。ここもね、ブックセンターっていう本屋だったんだけど、このビル見て、このビル、ここのビルね、全部本屋だったの、全部。1階、2階、3階くらいまでかな、全部が本屋だったんだよね。すごい大きい本屋だったんだよ。今じゃ焼肉屋かい、これ。こっち行ってみよう、もう一回。いやでもブックセンターのこの外観はそのままだね。ちょっとこの裏手行ってみよう、裏手。こっちこっちこっちここも昔すごい人がいたんだけどね、ここも昔すごい人がいてね、学生時代はね、学生時代ここの2階モアっていう喫茶店があったんだよね。下はラーメン屋だったんだよ当時。いやモアもなんもない、ラーメン屋もなんもないじゃんもう。いやー久しぶりこんなとこ来んの。あとこれ見て、信用堂薬局って、まだ松本清とかそういうのがない頃ね、ここはすごい流行ってたんだけど、もうやってないね。そう、松田屋こっからも入れたの、裏からも。いやこれ松田の残り、中売りが残ってるよまだ。こっから2階上がってよくなんかゲームがあってね、よくやったよ。でここ、あ車来た。ここね、駆動楽器があったんだよ、楽器屋が。でスタジオがあってね、よくバンドの練習をここでしたんだよね。あ車来た。あとここね、1階がミントンハウスっていうレコード屋だったんだよね。で2階がね、確かキャッスルっていうね喫茶店だったの。もう両方やめちゃったんだね。ここ本屋だったっけな。いや道は変わってないけど、みんな変わっちゃったね。
こただ屋さんとかまだやってるんだね。これ昔からある。あとメガネセンター、これも昔からあるね。メガネセンターもちょっと渡っちゃおうか。昔このここのビルね、ないできる前、山市っていうゲームセンターがあったんだよね。このビルができる前ね、山市っていうゲームセンターがあったの。そこ見て、博多劇場なんていう、昔電気屋だったんだよ。電気屋がこんなのになったね。居酒屋になっちゃったんだ。こっちが木更津駅ね。こっち木更津駅、こっち行ってみよう。ここにね、学生時代はなんかサムっていう1階が紳士服屋だったんだよね。もう全部変わっちゃってるな。この上も喫茶店があってよく行ったな。名前忘れたけど。こっち行ってみよう。こっち。いや、なんかこの通り、ここは変わっちゃったけど、この通り変わってないよ。ちょっと待って、このトントン亭ってこれ昔からやってるよ。準備中だ。いやー、行きたかったけど準備中かい。昔これ寄ってるよね。これ店がやってる、行きたかったけどしょうがない。次行ってみようじゃ。平野内科とかこれ昔からあるね。来ることないかんね、もうこんなところまでさ。あ、ちょっとあの公園のとこ見てみよう。この公園とか懐かしい。よく遊んだよここで。よく遊んだ昔。変わってないね、ここは。行ってみよう。なんかずいぶんこれおしゃれだね。何、美容室？昔はこんなおしゃれなのなかったけど、この辺変わったよ。このなんかそこ薬屋だったよね。この建物変わってない。この黄色の建物全然昔と変わってない。あと昔ね、ここ一帯、このセブンイレブン一帯、おけせんっていうね、靴屋だったんだよね。もう学生時代必ずここの靴屋で買ってたね。靴はいい靴が売ってたんだよ。メーカーもののさ、いい靴が。いや、おけせんがこんななっちゃったの、こんな結構広かったんだね。あ、なんかあの辺の建物変わってないよね、昔と。建物自体、店は変わっちゃったけど、建物自体は。この津田院ってのも昔からあるね。なんかでもおしゃれになったよね、店がみんな。昔ここにね、パーマ屋イマジンっていうの、パーマ屋イマジンっていうパーマ屋があったんだけど、小学生の時そこで切ってた。
ここも昔人がたくさんいたんだけどね、学生が。なんか昔この辺にね、100番っていう学生服屋があったんだよね。あれ100番どこだったんだろう。この辺にあったんだよ。もうわかんないよ。ここ水のスポーツ。俺らが小さい頃は大きなスポーツ屋なんかなくてなかったから、みんなこうここへ買いに来たんだよね。いやまだやってんだね、すごい。ここでみんなスポーツのもの買ったよ。いやこの通りでもなんでこんな人がいないの。昔はわんさかいたんだけど、ここ人が、ここだったかな。ここにね、デニムっていうジーンズ屋があったんだよね。よくその学生時代そこでジーンズ買ってたけど、ジーパンっていえばここで買ってたよ、デニムで。あとこの2階、階段から上がるじゃん。この階段から上がって2階行くとね、3番館っていう喫茶店があったの。3番館、ゲーム機が置いてあってさ、ゲーム機っつったってインベーダーとかそういうゲームじゃなくて特殊なゲームね。特殊なゲームよくやったよ。内容は言えないけど、よくやってよくやられたよ。あとここ、そこにシャッター閉まってるとこがあるでしょ。そこのシャッター、そこはねピーベリーっていう喫茶店があってね、俺らたまり場だったんだよね、そこが。いやこっから上がったんだよ、ピーベリーに。もうなってないんだな、やっぱり。喫茶店でやってるとこがないね。喫茶店でやってる場所が。あとここ。あとここの今、日焼けサロンになってるところ。この2階の日焼けサロンのところ。俺らが学生時代はね、ポテトハウスだ。ポテトハウスっていうね、なんかライブハウスっていうか、なんかレストラン、カフェレストランみたいなのがあって、そこで何回かライブやったね、バンド、学生時代。もうどこも喫茶店が残ってないね。こっち行ってみよう。この建物も変わってないね、建物自体は。店は変わっちゃったけど、ここは知ってるでしょ。ここはダイエーがあったんだよね。ダイエーがなくなって今じゃこうだもんね。寂しいね、やっぱり。ここは昔この駐車場のところマクドナルドがあって、俺らが幼稚園ぐらいの時にあったから、もう1975、6年にあったんじゃない。日本でも最初のうちにできたと思うよ、ここのマクドナルド。日本でも最初のうちにできて、よく小さい頃ここに連れてきてもらうのが楽しみでね、今みたいにその辺にマクドナルドがなかったから。いやマクドナルドもなくなっちゃうわな、この人じゃ。ここは俺忘れもしない。あれ昔ここドラゴンっていうのだったんだけどね、昔ね、このパチンコ屋忘れもしない。このパチンコ屋忘れもしないよ。昔ドラゴンって言ったんだよ。今ドリームとかって書いてあるけど、昔はドラゴンって言ってさ、なんで忘れ
もしないかっていうと、生まれて初めてパチスロやったのがこの店だったんだよね。中学2年ぐらいだったかな生まれて初めてパチスロやった、ここで。もちろん中学生じゃいけないからね、知ってる人の大人に頼み込んで連れてってもらってきたんだけど、2000円に3000円やったかな。もちろん出なかったけど、そっからでもそれが楽しかったのは出なかったけど、そのパチスロ打ったのが、そっからもう学生時代パチスロまみれになっちゃったよそう、パチスロはね、今でも覚えてる。なんつったっけな、ペガサスって台だったよ。 1.5 号機だね。知らないでしょこれ、見てる人は。だけどここもね、さっき通ったけど昔じゃ考えらんない、すごい人だったね。ここ本当に肩がぶつかるぐらい歩いてたんじゃない。昔は大英があってね、で学生がこう流れたんだよね。昔バスのあのターミナルが向こうにあったのか、学生がここ昔流れたんだけど、今じゃこれだもん。ここにね、ここは昔西口でもあったけど、安室のビルがあったんだよね。文房具屋のビルが、そこもよく行ったな。あとここ何、今山内農場っていうの、これ行ったことないけど、ここはね、俺らが高校生、中学生ぐらいの時かな、地下に降りれるんだけど、地下にね、セガのゲームセンターがあったの。もう今じゃゲームセンターなんて誰も行かないかもしれないけど、昔はやっぱり行ったよね。このセガがよく来たよ、本当に。いやだけど、なんか昔、あとね、昔ここ見て、ここにね、なんかビルが建っててね、その1階にジャクソンっていうね、なんかフライドチキン売ってるような店があったり、すごいうまかったよね。ケンタッキーみたいなのだけど、個人でやってるジャクソンっていうフライドチキン屋、そこのポテトがね、うまかったよね。もう戻ってきちゃったよ。なんか店がなくなった分、居酒屋が増えたよね、こうやって。俺なんかお酒なんか飲まないから、行かないから分かんないけど、ここ昔オランダ屋だったよね。オランダ屋もなくなっちゃったな。ちょっと待って、唯一残ってる喫茶店じゃないこれ。俺らが学生時代から唯一に残ってる喫茶店じゃない、ラービン。ここは本当小さい頃からあった。今回ってきたけど、全部学生時代行った喫茶店がないもんね。じゃあトントン店がやってなかったから、ここで食べていく。いいね、なんかこういう昔のローでできた見本も、今こういうのないよね。行ってみようか。じゃあ、うん、昔と変わってない、昔と変わってないね、この辺。行ってみましょう。いや変わってない、昔のまんまこれ。
わ、結構人がいるね。いや、すごい人がいるよ。あ、2名で。よし、ごちそうさまでした。よいしょ。あー、食べた食べた、ごちそうさまでした。行きましょう。いや、そんなとこでまた駅に戻ってきました。